くせに
イアウルフが昔のようにおとなしく森でじっとしててくれるなら話は別だが、こういう時に限っておとなしくないもんな。平気、いざとなったら何とかしてやるって。このまっちょろいあんたに何とかできるわけないだろ。毛虫なんかに弱っちょろいとか言われても説得力ないな。見てもこっち私でもいいのに。やめろ二人とも、朝からまんまでギャーギャーと。なんだ、里が襲われてもいいんだ。おかげで。ああ、ムカつく。鶏の話をする。リーダー、あんたんちの小屋はどうなってるんだ。10日も半月も姿を見せなかった。こいつ、ベーカの家。リーダーんちの。そうそう。ケムシッチは酒場のドアが蹴っ。てめえ、またケムシ。あれはすごく、マジで最高。ラインも見ただろ。これは酒じゃなくてライフポーション。ちぎれる。お前ら、今度また誰かが真似したらぶった切ってやる。物のようだな。ベイカー隊、全員警戒しろ。戦うのかよ。早くついてこい。行くぞ。
したやつのこと。とっくに準備できてるぜ。みんなやられるなよ。
しぶり。森の番人の剣、ウザートン。おお、キスクサルハイムの剣。おお、そちらの方はケムシッチの。こりゃ、なあ、どうしてワインで喧嘩していたんだ。昔話をするために俺の家に。僕は。いや、お前、それは引っ張られて伸びた誰かさんの耳より。こんにちは。はいはい、いい加減に。ちびった。大したことじゃない。みんな集まった。まあ、報告についてはそうそう、クサルハイムからはるばる来たんだ。かわいいな。そんなことない。とぼけるなよ、俺たちに。よしや、マンボ、すっぱー。はいはい、話戻るけど、一体どうなの。それじゃあこうしよう。じゃあ俺たちは行くぜ。あーだよ。お気をつけて。じゃあな、俺とデブゴンは先に行くぞ。それじゃあ時間もいい。そうだね。モモ、あ、